月、アイオツに対しての内股の入り方を紹介してきましたが、その時にもあった実際に、大内刈りで崩してから上半身を崩して相手の前に正対してから大内刈りを引っ掛けた際に相手の反応が腰が引く相手が腰を引くことで内股に切り返すというのを紹介したんですが、次に私の場合はここで内股に行った時に今度は相手が内股をかけられまいと体勢を姿勢を立てた場合に今度は大内刈りに切り返すというこの、大内内股前後のパターンを持っていました。なのでここで入り方は一緒です。内股と相四つに対しての内股の入り方と一緒なんですが、崩して大内に切り替える、その時に腰が曲がって内股に入ろうとした時に今度は後ろに重心を持っていかれたのでこのまま大内で投げる、こういったような形で、大内内股を組み合わせて投げていました。ここでポイントとなるのは実際に足なんですが、そこまで大きく開くとか引くという動作ではなく、ここで大事なのはこの足のこの形を崩さないこと。イメージとしては軽足の相手の足、自分自身の軽相手の足に絡みつける形、イメージを持っています。ここであまりこの引っかかりが良くないと足が取れてしまったり外れてしまうというパターンがあるかと思うんですが、相手がどんな状況で足を動かしてきても離さないというのが私の内刈りのポイントです。ここで離さないことによって相手の姿勢、上半身の姿勢に応じて後ろに前に切り替えることができるというふうに思っているので、この足を崩さずに切り返していく、そして、軸足も非常に大事なので前に移動する場合、前に投げる場合はしっかりとつま先を前に向ける、そして大内刈りに切り替える場合はこの状態から大内刈りに入ろうとすると後ろに返されてしまうのでしっかりと相手の方に切り替える、つま先をなるべく相手の方に向けるというような形 でこの時も引っ掛けている足はこの動作をしても足は離さないというのがポイントです。絡めた状態で引っ掛ける、そして後ろにやや後ろに引いていくというようなイメージを持って大内内股をかけていました。実際にはやや後ろ気味に引くような形で、どちらかというとこちら側の方向に、投げるようにしてたんですが、喧嘩打の場合は私の場合今度は相手の軸足の方向に、仮足ではない方の掛け足ではない方の足に重心を持っていくような形で方向を変えて、投げるような打ち返りをしていました。実際には大内刈りで引っ掛け、内股で切り返したときに浮き上がったとき、今度は方向を釣り手も非常に大事なんですが、相手の首のあたり、やや鎖骨あたりから首にかけて顎を上げるような形で、そして引き手は自分の方に引きつける、押して今度は引く、釣り手は押す、引き手は引くというような形で、足も相四つ同様に、相四つの時と同様にこの形は崩さないように引っ掛けた状態で相手の、軸足となる足に重心を持っていくような形で方向を変えて押していきます。ここで自分の
軸足の移動のさせ方なんですが、実際にこの引っ掛けてる足はそのまま必ず引っ掛けた状態で緩めません。ここで引っ掛けたまま、この軸足を相手のかかとの方に引っ掛けて、ちょっとオーバーになるんですけど、いやいや近づけるように、足の移動のさせ方を行っています。相手もこの場では、立っていることはないので、実際に方法として向こうに、斜めの方向に押していけば相手も嫌なので、一緒に方法としてはこっちの方向に下がっていくので、それに合わせて自分自身の軸足を相手の重心となるかかとの方に持っていくような、ややケンケンするイメージで移動させながら、倒す投げるというのをやっていました。柔道の技においては100種類ある中で、本当にその100種類を全て使って試合の中で、またランドリーの中で、試せる使えるものにしていくっていうわけではないので、その中でも限られた技を使っての自分の得意な形っていうので勝負していくと思うんですけど、でもより多くの技があるからこそ、自分自身の限界を決めずに、まだ他にも方法があるんじゃないかとか、こういった組み合わせをすることで今抱えている課題を克服できるんじゃないか、いろいろな視点で技を通して自分自身を磨く考えを、思考を広げていく、幅を広げていく、そういった作業ができるのかなというふうに思っているので、私自身は技の探究であったり、自分自身の工夫において、いろんな意味で成長をしていく、自分の考えの幅を広げていく、そういった一つになったかなというふうに思っています。常に挑戦心を持って取り組んでほしいです。その一歩一歩が必ず自身の成長につながると思っています。そして周囲の支えがあるからこそ柔道ができているということを忘れず、感謝の気持ちを持って自分のなりたい姿に向かって全力で頑張ってください。